1つ、2つ、3つ、4つ、そして5つ。今度はゴールドだ。いくつコントローラー買わせんだよ。ってことで今回再販されたゴールド買ってみました。百式から、俺 PS4 で、PS4 じゃねえや、PS2 で百式カラーの本体持ってたんだけど、同じ色かな。100って書きたいね、これ。ってことで、よく壊れるな、コントローラーが。これが一番最初に、プレステ4についてたコントローラー。一番使ったから年季が入ってる。これ一番壊れにくかったな。十字キーまで生きてるし、ボタンも大事だし。スティックがいかれたんかな、これは。あ、違うわ。ボタンだ。ああ、これだ。四角と丸がいかれてるわ。なんか押し心地が悪い。まあ、効くんだけどね。中のゴムが劣化してるのかな？カチカチ感がもうないんだ。それでもうここがツルツル。そして2台目。ほら、すぐ行っちゃったな。十字キーが悪いんだ。左と上が。左上下。もう、ふにゃふにゃ。スティックはまあ全然まだこのゴツゴツがついてるじゃん。この赤一番気に入ってたんだけどな。ボタン大丈夫だ。これ十字キーがいかれたんだ。だ、スティック 3D のゲームだったらこれまだいけるんだな。全然綺麗だもん。そして、三つ目。これも上と右がいかれた。現役で使ってたんだけど。スティックはまあ大丈夫なんだよな。ボタンもまだ生きてるんだけど。なんで？これゴムかな。それでこれは PS4 Pro の付いてたやつ。そこにこのアタッチメントつけて。これはごめん。ぶっちゃけ全然まだ使ってないし、生きてます。これはね、いや、取っとこうと思って。ぶっちゃけ壊れたこの3つなんだ。なんでこんな壊れる？そして今回のゴールド。そして今回のゴールドよ。やっぱ百式と、百式と同じかな。あ、後ろはこういうんだ。全部金じゃないんだ。なるほどね。ここ、百式のネイビーにしたいな。どうせなら。ちょっと押させてもらいます。俺ね、クリック感があった方がいいんだよな。好きなんだよな。クリック感が弱いん嫌い。四角がちょっとクリック感が弱いかな。ファーストタッチは。あ、でも大丈夫だな。あ、でも四角がちょっと弱めだな。あ、これも右が弱めだな、こっちが。一番肝心な。こっちがもっとクリック感が欲しいな、俺は。あ、ここは硬いな。あ、やべえ、電池ついちゃった。前回のこれ電源ついちゃうね。押せないんだ。いやー、ダメだ。すげえな。すごくない？入りきんねえよ。カメラに入りきんねえよ。あ、これでいい。すげえ iPhone 11。広角でいけたよ。うわ、なんかティッシュが切ったりが映ってんな。こんなもんか。台が映っちゃった。お、できた。すげえな、これコントローラーだけで本体変えちゃうんじゃない？こんなトラックパッドってだけ？こんなあんま使わないんだよな。いらないよね。こんな余分な機能をつけてコントローラー高くしてさ。やっぱスーファミのコントローラーが良かったな。ムカついたら気軽に投げられるし。
これ投げらんないもんな、ムカついても。壊れちゃうから。だからコントローラーって投げなくなったよな。だからストレス溜まるんかな。こうだな。シャア100式アムロ。黒い三連星。いいね。それでね、今日はこれだけじゃないんだ。どれだ？これか。このガンダムをやりたいために、これ。これを買いました。ファイティングスティックミニ。これがアマゾンで予約してたんだけど、なんか今どこも売り切れで、アマゾンで予約してたんだけど、なんか8月2日に入荷するって言ったんだけど、なんか土壇場で在庫が確保できないってね、キャンセルされた、強制的に。それで参ったなぁ、ちょっと。VS シリーズこれでやりたいんだよなと思って。なんかいろんなサイト見てたら、上新だっけ？上新になんか在庫復活してて、すぐポチって。そしたらすぐまた売り切れちゃった、これ。このね、ミニがね、いいんだよね、これが。ちょっと。ってことで、ちょっとこれは、ちょっとどいて。ちょっとどいて。今、箱から出した。はい。はい。ちょっと箱から出して。すげえプチプチで包まれてんな。あ、同じじゃん。あ、ちょっと、あ、色が黒いんだ。なるほどね。実はスイッチ版もあるという。これがね、なかなかね、ちっこくていいんだよね。俺。さあ、ここで問題。どっちがスイッチ版でしょう？あ、書いてあった。正解は左でした。残念。編集は強いんだぜ。あ、いいね。あ、いい。PS4 が黒いんだ。スイッチがグレー。あ、これ分かりやすいな。これがね、なかなかね、いいんですよ。ちっちゃくて。ちょっとやるには。あのね、セガサターンを知ってる人は、まあ今の子はこれ文句言うかもしれないけど、セガサターンのスティックを初期を知ってる人は、もうこれで大丈夫。満足。さすがにね、セガサターンの一番最初に出たスティックはね、あれはダメだね。あれはダメ。もうギチギチで。もうそれに比べればこれは最高だね。全然違う。あれ知ってるとこれは神に見えるよ。なんでかっていうと、サタンって、これ全部プラスチックだったんだよ、ここも。で、ボタンがね、熱くて。硬いん全部。ギチ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 言うよ。だからね、初代バーチャスティックじゃねえや。初代バーチャファイターやるようなんだろうな。あれはもうゲームスピードがすごい遅いから、こう、ゆっくりでもこう、こうできたんだ。もうガチャ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 っていう、なんつうの、ストツーターボ。ターボとかあのぐらいのスピードになるともう、できねえ。あの初期の。もう知ってる人はもういちいち言わなくてもわかると思うけど。それに比べればこれはなんていいんだっていう感じがする。うん。ゲーセンだもん、こんな。もうこれで十分。もうこれに、2万も3万も。でも2万するの使ってみてえな。まあ、比べたら絶対そっちの方がいいんだろうけど、昔なんか、今こう並べて思った。これその後バーチャスティックが出て、バーチャスティックプロっていうのも出て、このゲーセンと同じが出たんだよ、これ。イワンコンとツーコンの、こう、繋がってるやつ。あれすごかったね、今思っても。あ、買った人いるかな？売ってるとこ見たことないんだけど。
あれはすごかったな、あのプロ。2代目は買ったけどね、バーチャスティッカー。あれは、すげえ良かった。あれすげえ良かった。でもまあこれで十分。5000円。ちょっとさ、ちょっとやってみるか。これでガンダムやってみようかな、これで。ガンダム。まあ、こっちのがいいと思うけどね。だって最悪の場合、こう手に持ってできるんだよ、こうやって。ほら。最悪の場合、手に持ってできるよ、こうやって。親指でできちゃうんだもん。いいじゃん。ゲーセンと同じ配信しようか。あ、いい。百式で行くぜ。金でな。目立つ色になったから気をつけろ。あ、やっぱ金でやると違うな。百式が3倍強くなるぞ。嘘つけ。いや、あ、ハマんの、あっかり。あ、やっぱ違うな。反応速度が上がるな。嘘つけ。やっぱいいね。百式でこの金はいいぞ。なら、今度はアーケードスティック。アーケードスティックでやるなんて久しぶりだぞ。ちょっとアーケードと同じ設定にしよう。ジョイスティック。四角ターゲット。あ、なってんじゃん。丸はなし。パッドなし。指令 L1? は ?L1? ジャンパー R1。あ、なってんじゃん。指令が L1 なんだ。うわ、これでアーケードと一緒だ。慣れるまでちょっときついかな。あー、なる。ちょっと待って、ちょっと待って。やべえ、俺ダメだ。コントローラー、ちょっとカメラ揺れてないっていうか、うるせえな、ガチャ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 。あ、格闘はこれか。これなんだっけ。あ、オッケー。あ、全然ちょっと待って、ボタンが混乱してる。これ練習だな。練習しなきゃ全然ダメだな、これスティック。おいおいおい、百式ゴールドが恋しくなってきたぞ。我々に勝てるわけがない。見事な活躍でした。もう一回やろう。やべえ、シャーとエルメスだ。ちょっと待って、ボタンが。同時押しがあれだよ、自分で押さなきゃいけない。よっしゃ、つけた。ありてた方などもうついでのことなんだ。そこだ。でけえ、エルメス。これビッツだ、ビッツだ、ビッツだ。あ、これがエンゴか。ほら、あ、当たんね。
かけたのか。はあ、やっぱスティックのが難しいけど面白いね、やってて。こっちの方が面白い。やってて面白い。獅子粉塵の働き。難しいけど。百式でやるならこっち。一般的にやるならこっち。はい、ってことで今ちょっとこれとこれ試しにやってみたけど、 PS4 のコントローラー買うんなら俺今だと思うんだよね。もう5出ちゃったらもう多分純正品の 4のコントローラー手に入らなくなるでしょ。それで今ならこの新色、新色って言っていいのかな、新色があと何色か再販されるんで、俺プレステ4のコントローラー買うなら今だと思うんだよな、買っておくのは。もうプレステ3みたいにもう3だってもう売ってないもんね。純正品買えないもんね。だから4も多分5出たら出さなくなるような気がするんだよね。だから買うなら今、新色の再販が来てる今がいいと、おすすめだと思います。ちなみにゴールドはこんな感じっていう動画でした。これもいいよ。